こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書木の先にてのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。今回の木の先にてを書いたのは志賀直哉といえば、羅生門を書いた芥川龍之介やノーベル賞作家の川端康成から小説の神様とまで言われた作家なんだね。表現していることの深さや確かさ、無駄のない適切な文章っていうのが志賀直哉の評価を高めたんだね。でね、今回のタイトル木の先にての木の先っていうのは、兵庫県を代表する温泉の一つである木の先温泉のことです。OK先生も行ったことがあるんだけど、木の先温泉ではいろんな温泉に入ることができる、湯巡りができるんだね。で、作者の志賀直哉はその木の先へ行ったんだけど、なんで行ったのかというと、後養生のため。後養生っていうのは、病気とか怪我をした後にそれを治すために、そこの場所でゆっくりして体力の回復を図ることなんだね。実はね、作者歩いている時に後ろから電車に跳ね飛ばされたんだね。そして大怪我をした。だからその後養生のために木の先へ行った、こういうことだったんだね。なのでね、この話っていうのは今から100年ぐらい前に実際に作者の身の上で起こった話なんだね。こういうふうにね、自分の生活体験をもとに心境を語っていく小説っていうのは、私小説とか心境小説、こういうふうに呼ばれるんだね。このね、私小説のもう一つの特徴は、視点が、つまりこの文章の語り手が自分自身であるっていうこと。だからね、主人公のことを、彼はこういうふうに言ったとか、〇〇くんはこういうふうに思った、こういうふうな言い方はしないんだね。今回のこの木の先にてでも、語り手が自分自身、志賀直哉自身だから。例えば最初の段落なんかでも主語が全て省略されているんだね。ちょっと読んでいってみようか。山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした、その後養生に一人で田島の木の先温泉へ出かけたね。ここの文章、主語となるのは作者の志賀直哉自身なんだけど、私とか自分はとか、そういった主語すら省略されているよね。続き読んでいってみるよ。背中の傷が脊椎カリエスになれば致命傷になりかねないが、そんなことはあるまいと医者に言われたね。ここでも医者にこういうこと言われたのは自分、作者の志賀直哉自身なんだけど、その主語が省略されているよね。で、その後、2、3年で出なければあとは心配はいらない、とにかく用心は肝心だからと言われて、それで来た。この脊椎カリエスっていうのは病気だね。作者は電車に跳ね飛ばされたせいで大怪我をしてしまったから、その怪我が元でかかる病気、脊椎カリエスにかかってしまったら、それは致命傷になる、つまり死に至る病気になってしまう。だからね、作者はそれが心配なんだよね。でね、医者から2、3年はしっかり用心しといた方がいいよって、この脊椎カリエスにならないように用心しといた方がいいよ。でね、もしその間に脊椎カリエスにかからなかったら、もう大丈夫だろう、この傷が元で脊椎カリエスになるってことはないだろう、こういうふうに言われたからね、作者は木の先温泉に来た。木の先で後養生をする、自分の体力を回復させようと思ってここに来たわけだ。でね、作者は木の先でのんびりするわけなんだけど、そこでね、自分の死について考えるんだね。これが深い話なので、OK 先生と一緒にこの死の問題を考えていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん揃っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。ここの木の先にやってきた作者はのんびりと過ごすんだね。そうだよね、作者は電車に跳ねられて大怪我をしてしまったから、その怪我をしっかりと回復させていかないとダメだよね。だからね、作者はこの木の先でゆっくり過ごすわけ。一人でね、本を読んだり書いたり、ぼんやりと椅子に腰掛けて外の様子を眺めたり、毎日一人きりで過ごしていたんだよって、そして散歩に行ったりもしたんだよって。
でね、この城崎、自然も豊かだから、近くにね、川があって、そこにね、ヤマメっていう魚が泳いでいたり、カワガニがいたりしたんだね。作者はね、そんな小さな生き物を見ながら散歩していたんだね。そしてね、生きるっていうこと、死ぬっていうことについて考えた。でね、夕方、その川を見ながらよく散歩していたんだけど、季節はね、秋で気候も良かったんだけどね、夕方になるとこの辺りはちょっと冷えてくるんだね。冷え冷えとした夕方、寂しい秋の山境を歩いていると、そういったね、周りの風景に影響されて、あとはね、ずっと一人ぼっちでいるからね、そういうことにも影響されたんだろうか。心の中に浮かんでくるのはね、沈んだことが多かったんだよって、寂しい考えが浮かんできたんだよって、それはね、死についての考えだったんだね。作者はね、今回の事故で死にそうになったでしょ？そういったことを考えていると、自分が死んでしまったらその後どうなっていたかな？こういうことも考えちゃうんだね。死んでしまった自分っていうのは、青い、冷たい、硬い顔をしていた。そうやってね、土の下に眠っている自分を想像すると、やっぱりね、寂しい感じがしたんだね。でもね、それが怖かったかって言ったらそうではない。自分が死んでしまった後の静けさ、そこにはね、何か親しみを覚えるものがある。そういうことを考えているとね、自分は静かないい気持ちになるんだよって、一方では寂しいけど、一方では静かでいい気持ちになることができるよって、つまりね、作者は今回の経験を経て、死っていうものを自分の身近に感じることができるようになったんだね。そしてね、それは排除するものではなく、親しみが持てるもの。こういった気持ちになったわけだ。これってみんなちょっと想像できないよね。やっぱり自分が死ぬってこと嫌だもんね。その死に対してね、親しみを覚えるとか、そのことを想像すると、静かないい気持ちになれる。こんなことって普通ないだろう。こういうふうにみんな思うよね。じゃあなんで作者はこういうふうに思ったのか。実は作者、自分がこういうふうに思いたいと思って思ったわけじゃないんだね。それはね、今回の体験が作者に与えた一つの驚きだったんだね。あ、自分ってこういうふうに死について考えるんだ。そういったことがね、今回の体験から作者はいろいろ分かってきた。実際ね、作者は自分がいつか死ぬ、こんなことは分かってた。まあそうだよね。この世にいる一人一人はいつか必ず死ぬ。これって当たり前のことだけど、それまではね、あの事故が起こる前はね、そのいつかっていうのを知らず知らず遠い先のこととしてたんだよって、漠然といつかっていうことであって、具体的にはいつってことが全然分かってなかったんだよって。だからね、本当に自分にその瞬間が訪れるなんてことは全く考えていなかった。ところがね、今回あの事故が起こってからは、このね、いつか死ぬのいつかっていうのが、本当にいつか死れない気がしてきたんだよって、差し迫った未来として本当に自分が死んでしまう。そういったね、感覚を作者は持つようになったんだね。でね、作者と同じように死にかけて、そこから助かった人でクライブっていう人がいるんだけどね。そのクライブっていう人は自分が助かったとこういうふうに考えた。何かが自分を殺さなかった。まあこの何かっていうのは神様かもしれないし、運命なのかもしれないし、何かわからないけど、自分から見てもっと大きな存在だよね。その何かが自分を殺さずに今回救ってくれた。その何かがなぜ今回こういった決定をしたのか、自分にはしなければならない仕事があるからだって。つまりこの世の中で生きて何かをしなければならない。こういうふうにね、クライブは思ったんだね。つまりね、クライブは自分が生き残ったことについて、それをね、これからの自分の人生を積極的に生きていくためのきっかけにしたんだね。こういった出来事が自分のことを励ましてくれている、激励してくれている、こういうふうに解釈したわけだ。で、作者もね、実は自分もそう思いたかったんだよって、今回大怪我して死にそうになって、そこから助かった自分っていうのは、きっとこの世の中で何かするべきことがあるんだ。だから一日も無駄にすることはできない。しっかりと生きていかなければならない。こういうふうにね、考えたかったんだよって。でもね、実際は自分の心っていうのは、そんな熱い気持ちにはなれなかったんだよって。逆にね、自分の心は静まってしまった。そしてね、何かしら死に対する親しみ、こんなことも生まれてきたんだね。
つまりね、今回作者は死というものを身近に感じることによって、その死というものが持つ静けさとか落ち着きっていうのを感じ取った。そこにはね、永遠のもの、不変のものがあったんだね。確かに一回死んでしまうと、そこからはもう何も変化が起こらないからね、永遠のもの、こういうふうに言うことができるでしょ。つまりね、作者は死というものを排除する対象としてではなく、悪いものとしてではなく、何か永遠とか不変とか、プラスの意味を持つもの、自分のそばに置いておきたいものとして感じるようになったんだね。でね、作者のその考え方は、蜂の死を目撃した時にもそういったことを感じたんだね。今回のこの城崎にての文章の中で3つの生物の死が出てくるんだね。今から話す蜂の死っていうのはそのうちの一つです。作者はね、蜂の死を見た時にどういうふうに感じたのか、それを今から話していきたいと思います。作者はね、この城崎で2階の部屋に泊まっていたから、そこからね、下の玄関の屋根が見えたんだね。その近くにね、蜂の巣があるらしくて、よくね、作者は蜂を眺めていたの。蜂はね、基本的に働き者だよね。作者の目の前を行ったり来たり、忙しく働いていた。ところがね、ある朝のこと、1匹の蜂がその玄関の屋根の上で死んでいるのを作者が見つけたんだね。一つのところに全く動かずに、うつむきに転がっていたから、あの蜂もう死んでしまったんだな。こういうことがわかるんだけど、他の蜂はね、一向に冷淡だったって、その死んだ蜂に全く関心を払うことなく、冷たい態度をとっていたんだよって、その死んでいる蜂に全く抗泥する様子はなかった。抗泥、つまりこだわる様子はなかった。まあだからね、他の蜂は、玄関の屋根の上で蜂が一匹死んでいるんだけど、ずーっとね、その蜂のことを無視し続けた。無視して自分たちがやるべきこと、蜜を集めるっていう仕事をやり続けていたんだね。でね、そんな状況が朝も昼も夕方も、作者がね、その場所を見るたびに続いていた。そしてその状態が3日ほど続いたんだね。でね、その時に作者の心の中に湧き起こった気持ちっていうのが、一つは寂しさだったんだね。そのね、死んでしまった蜂は生きている蜂との関係っていうのを全く絶ってしまったよね。この世の中にあるもの全てと関わりを絶って孤独な寂しい状態になってしまっている。それを見てね、作者は寂しさを感じたんだね。それと同時にね、作者は死というものが持つ不動で不変のもの、何にもね、影響されることなく静かにそこにずっと居続けるっていうこと、そういった静けさっていうのもその死んだ蜂から感じることができたんだね。でね、その日の夜、ひどい雨が降ったんだね。だからね、次の日、もうその死んだ蜂は玄関の屋根の上にはいなくなっていた。雨が死んだ蜂を洗い流してしまっていたんだね。でね、その蜂は地面まで流されていって、その後またそこで止まっているんだろうなって。次のね、自然界の変化が起こるまで、じっとそこで死骸は転がっているんだろうなって。それかね、アリに引っ張られていったか。アリの巣まで運ばれていって食べられてしまったかもしれないな、こういうふうに想像したわけだ。でもね、それっていうのもすごく静かだなって。この蜂も死ぬ前は毎日毎日せわしく働いていたに違いないけど、それが全く動かなくなってしまった。雨が降ったって、アリに引っ張られていったって、何が起きても全く動かない存在になった。だからね、自分はその静かさに親しみを感じたんだよって。でもね、作者はこういうふうに死のことを考えていくときに、死に親しみを覚えたんだけれども、やっぱり死っていうのはね、そういったいい面ばっかりじゃなかったんだね。次に作者が見たものは、ネズミの最後だった。ネズミがね、死ぬ前に生きようとしてもがく姿だったんだね。それがね、作者の中で恐ろしいという感情を生むことにつながったんだね。ある午前中、作者が外に出た時にね、何かね、川の方で子供とか見物人とかが集まって騒いでいたんだね。でね、そこに行って見てみると、大きなネズミが川に投げ込まれたのを見ていたんだね。ネズミっていうのはね、人間にとって害獣だから、害をなす動物だから、捕まえられた後はね、水没させて水に沈めて殺す。こんな風なことが行われているんだね。でもね、ネズミは死にたくないよね。一生懸命生きようとして、その川の中でもがいていた。ただね、そのネズミには、
もうね、助かる見込みはなかった。長い櫛がね、首のところにブスッと刺されていて、その櫛が喉から頭のところまで貫いていたって。まあね、ネズミはそんな状況で助かる見込みはないんだけど、当のネズミは自分が今どういう状況に置かれているかってこと分かってないよね。必死で迫り来る死から逃れようとしている。その大きなネズミに向かって子供とか見物人とかがね、笑いながら石を投げているの。まあ距離が遠いからね、その石はネズミには当たってないんだけど、そういった状況の中でネズミはなんとか川から横の石垣のところに登ろうとするんだね。でもね、ネズミがその石垣を登ろうとしても喉のとこから頭のとこに向けてね、貫かれている櫛っていうのがね、その石垣に疲れてしまって石垣を登ることはできなくなっているんだね。それでもね、ネズミはなんとかしようと思って今度はね、川の真ん中の方に泳いでいったんだね。でね、子供とか見物人たちはそっちの方に向けて石を投げつけた。するとね、その近くにいたアヒルがトンキョな顔をしたんだよって、何が起こったかわかんなくて、なんか石がこっちに向けて投げられてくるからね、何が起こったかわかんなくて間抜けな顔をしていたんだよって。そしてね、その後そのアヒルは上流の方に泳いで逃げていくんだけど、こういう風にね、ここではトンキョな顔をしてるアヒルと間抜けた顔をしてるアヒルと、必死に自分が助かりたいと思って頑張っているネズミっていうのが対比されているんだね。こういったね、何も分かってないアヒルっていうのを登場さすことによって、このネズミが置かれている立場の悲惨さっていうのがより際立つんだね。でね、自分は、作者はこのネズミの最後を見なかったんだよって、そっからあとは見なかったんだよって。ただね、その時のネズミの姿、死から逃れようと思って、逃れることができるわけがない死から逃れようと思って、必死にもがいている姿っていうのが、妙に頭にこびりついて離れなかったんだよって。でね、寂しくて嫌な気持ちになった。この気持ちはそのネズミに向かって石を投げていた見物人とか子供に対してではないよ。死というものの現実、生き物の宿命を見たから嫌な気持ち、寂しい気持ちになったんだね。つまりね、作者はそれまで死に対して親しみを持っていたよね。静かで落ち着いていていいな、こういった気持ちを持ち出したけど、その死の前にある状態、つまり死にかけている状態っていうのは悲惨な状態じゃないかって。死ぬ間際のああいう苦しみっていうのは恐ろしい。死に到達するまでのああいう動揺、死から逃れようとして暴れ騒ぐことは恐ろしい、こういうふうに思ったんだね。そして動物っていうのはね、本能でそうするんだろうけど、自分だったらどうするのかな、こういうふうに考えた時に、やっぱりネズミと同じなんじゃないだろうか、こういうふうに考えたんだね。それはね、実際に自分が怪我をした時に、やっぱりね、自分もネズミと同じようなことしたからって、なんとかね、自分生き延びようと思ってできるだけのことしたからって。怪我をした時の作者っていうのは半分意識を失ってた状態だったんだけど、頭だけはよく働いたらしいんだね。だからね、自分でね、ちゃんと周りの人にどこの病院に行くか、こういうことを言ったの。そしてその病院に行くまでの方法っていうのも自分で決めた。それだけじゃないよ。もしその病院に行った時にね、お医者さんがちょうど留守だったとしたら、自分が今すぐ助けてもらうことができなくなる。だからね、そうなったら困ると思って、だから先にその病院に電話をかけてくれ。こういうこともね、周りの人にちゃんと頼んだの。なんでね、自分死にそうな状況で、ここまで頭がよく働いたのか、それは今から振り返ってもね、不思議なんだよって。まあもしかしたらね、作者の絶対に死にたくないっていう、そういった気持ち、本能がね、作者の頭をそういうふうに働かしたのかもしれないね。だからね、その時の作者、死の恐怖すらあんまり感じなかったんだよって。もうね、自分が死ぬって大変なことだよね。怖くて怖くてしょうがないこと。こういうふうに以前は考えていたんだけど、実際にね、自分がその立場になってみると、意外にね、冷静だったんだよって。死の恐怖襲ってこなかったんだよって。まあこれも作者の本能が交差したのかもしれないね。自分がね、本当に危険な状況に置かれた時、必要なことは冷静になることだよね。冷静にね、自分の助かる方法っていうのを考えなければならない。そういうふうにね、作者は作者で自分が生きることに必死だったから、ネズミのように必死だったから、特別にこういうふうな状態になったんじゃないか。こういうふうに考えることもできるんだね。でね、作者は医者に診てもらった後に、近くにいる友達に聞いた。フェータルなものかどうか、医者は何と言ったって。
このフェータルっていうのは致命的な、つまり自分の怪我っていうのは命に関わるものかどうか、つまりね、自分は助かるのか助からないのか、こういうことを近くの友に聞いたんだね。するとね、その友達こう答えた。フェータルな傷じゃないそうだ。つまりこの怪我は致命的な怪我ではない。お前助かるよ。こういうふうに言ってくれたんだね。でね、それ聞いて私、自分はしかし急に元気づいたって、自分めちゃくちゃ興奮したんだよって、嬉しかったんだよって。つまりね、作者今までね、死の恐怖とか感じてなかったけど、実はね、潜在的には死の恐怖あったんだよね。それあったどころじゃなくてめちゃくちゃでかかったんだよね。だからね、自分が助かるって聞いた時にすごく嬉しかった。これがね、自分はしかし急に元気づいた、こういった文で表されているんだね。でね、もしこの時友達から言われた言葉がフェータルなものだ、つまりお前は助からない、こういった言葉だったとしたら、自分はどうしてたかなーって、これはちょっと想像できないなーって。でもね、多分やっぱり死の恐怖っていうのにはあんまり襲われなかったんじゃないかなーって。そんなことよりもね、それでもね、自分は何かして助かろうって、どうにかして助かろうって、こういうふうに考えてたんじゃないかなって。それはね、まるであのネズミのように、ネズミだってね、自分の身に今何が起きてるかって分かってないよね。多分ね、死の恐怖に襲われているっていうよりかは、自分がするべきことを必死になってしていた、なんとか死から逃れようと思ってもがいていた。まあそのせいでね、ネズミの苦しみっていうのは多分長くなるし、この時の自分だってね、もし自分の傷がフェータルだ、こういうふうに分かった後にそこからもがけばもがくほど死ぬ前の苦しみっていうのが長引くに決まっているんだけど、それでもねって自分の死というものを簡単に静かに受け入れることは多分できなかっただろうって。でね、もしこれが今だったらどうかな、こういうふうに作者は考えるの。あの電車の事故の時はね、突然起こったことだから、死というものについて深く考えたわけじゃなかったからね、その場その場で起きることっていうのを必死で乗り越えていってた、それだけだったけどね、今はちゃんと死について考えたでしょうって。自分はね、死というものの静けさに親しみを覚えて、ネズミみたいにね、死ぬ前にもがき苦しむこと、あんなことは恐ろしいことだ、こういうふうなことが分かってるから、今の自分だったらもしかしたら別の決断ができるかもしれない、別の行動ができるかもしれないな、こういうふうに思ってね、考えてみたの。でもね、出した結論はやっぱりあんまりあの時と変わらないだろうなって。多分ね、さっきのネズミとか怪我をした後の自分みたいに絶対に死にたくないと思って最後の最後まであがくんだろうなって。確かにね、気持ちの上では静かに死んでいきたい、無駄な抵抗はしたくない、自分の苦しみっていうのを長引かしたくない、こういった気持ちはあるけど、そういうふうにね、頭で考えたことっていうのが実際に自分がその状況に置かれた時にすぐには影響しないだろうなって。つまりね、頭の中でごちゃごちゃ考えても実際に自分がその状況になったら結局はね、前と同じことを繰り返してしまうだろう、こういうふうに考えたんだね。でもね、こういった自分の中でいろいろ考えたことっていうのが実際の自分の行動に影響を及ぼすか及ぼさないかっていうことは、どちらも良しとするべきなんだろうな、こういうふうに作者は一方で考えたの。つまりね、作者の静かに死んでいきたい、無駄なあがきはしたくない、こういった考え方がね、実際に死ぬ間際になって自分に影響を与えて無駄なあがきをせずに静かに死んでいくことができたとしても、反対にね、実際にその時になってそれまでに考えていたことに影響されずにやっぱり最後の最後までもがき続けたとしても、どちらでもいいんだろうなって、というかね、どちらでも仕方のないことなんだろうな、自分は受け入れないとダメなんだろうな、どちらになったとしても、こういうふうにね、作者は考えたの。でね、そんなことがあって作者はある日の夕方、三つ目の生き物の死に出会うんだね。その日はね、作者山道をずーっと登っていってたの。坂をずっと登り続けていくと道はどんどん狭くなって急になっていったんだね。でね、日もどんどん落ちていって物がすべて青白くなっていったんだね。でね、空気の肌触りも冷え冷えとしてきた。あたりがすごく静かな状態になってきたんだね。このね、青白くとか冷え冷えっていうのは先ほどの自分の死体のイメージとつながるものだよね。作者はね、自分の死体っていうのを想像して青白く冷たく硬い顔、こういうふうにイメージしてたからね。
今からね、作者は三つ目の生き物の死に出会うんだね。でね、その前に大きな桑の木が道端に生えていたんだね。でね、不思議なことに、その桑の木の葉っぱたくさんあるのにね、一枚だけひら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 ずっと動いていたんだね。なんでだろうって、他の葉っぱはすべて静寂の中に包まれているのに、その一枚の葉っぱだけはね、ひら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 動いていたの。不思議だなと思った作者はその葉っぱの下まで行ってみたんだね。するとね、その時に風が吹いた。きっと他の葉っぱは動いたんだろうね、それで。ところがね、その葉っぱは動かなくなった。なんでこんなことが起きたか。きっとね、その葉っぱはちょうどその前に弱く吹いていた風が当たる角度で生えていたんだろうね。だからね、数ある葉っぱの中でその葉っぱだけがその風を受け止めることができて、ひら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 動くことができた。で、別の方向から風が吹いた時、その葉っぱは動くことがなくなった。こういうことだったんだね。こっから何が読み取れるかというと、その葉っぱが動いたのは偶然だよね。偶然その葉っぱがその角度で生えていたから、その風を受け止めることができた。実はね、その葉っぱに関わらず、あらゆる生き物っていうのは、こういった偶然によって支配されてるんじゃないか。そういったことがね、こっから後の文章につながってくるんだね。作者は川の向こう側にイモリを見つけた。イモリはね、川から出ている石の上でじっとしていたんだね。でね、作者そのイモリを見て驚かしてやろう、こういうふうに思ったんだね。小石をね、ポイってそのイモリが止まっている石の上に投げたら、イモリは驚いてそこから逃げるよね。で、イモリっていうのは泳ぐこともできるからね。そこから川に潜って泳いで逃げていくだろうな、こういうふうに思ったの。ところがね、作者が投げた石が、なんとイモリに命中してしまった。これ、作者意外だったんだよね。作者はね、コントロール悪いから、そのイモリに当てようと思って投げたって当たることはなかっただろうって。でね、今回っていうのは別にイモリに当てたいと思って石投げたわけじゃないから、イモリをね、脅かそうと思ってイモリのそばに石を投げたに過ぎないんだから、それがね、なんとイモリに命中してしまった。そしてイモリは死んでしまった。これはね、作者、自分はとんだことをしたって思ったんだね。自分はとんでもないこと、大変なことをしてしまった、こういうふうに思ったわけだ。まあもちろんね、作者だって虫を殺すことはあるんだけど、この時はね、全くそのイモリを殺すつもりなかったからって、その気が全くないのに殺してしまった。そのことにね、自分嫌な気がしたんだよって。で、これイモリにとってはね、全く不意の死だよね。予想しなかった、予期することができない死だよね。もしね、作者が投げたその小石っていうのがあと1センチ横にずれていたら、イモリは死ななくて済んだよね。なんで小石はそこにちょうど飛んでいってしまったのか、これは偶然だよねって。だからね、作者はその場にしゃがみ込んだの。その偶然が引き起こしたイモリの死っていうのがかわいそうだなーって思って、そのね、偶然に左右される弱い存在、生き物の儚さ、寂しさっていうのを感じたんだね。でね、この偶然、自分は偶然死ななかっただけだよねって。電車に跳ね飛ばされた時、あと何センチか電車の方に寄っていたら自分死んでたよねって。でもね、イモリは偶然死んだ。そういったね、偶然が生き物の生と死を分けることについて、自分は寂しい気持ちになったんだよって、生き物の儚さ、弱さを感じたんだよって。でね、作者はその後温泉宿の方に帰っていくんだけど、その途中でね、いろいろなことを考えるの。あの死んだ蜂はどうなったかなって、もうね、土の下に入ってしまったかなって、あのネズミはどうなったかなって、もう海の方に流されてしまったかなって。でね、その後海岸に打ち上げられたかなって、こんなことをいろいろ考えてたの。でね、そういった三つの死に比べて、自分は今こうして生きている、歩いている、こういうふうに思ったんだよね。このことってありがたいことだよねって、感謝しなければならないよねって。まあそうだよね、自分死ななくて済んだんだから、こうやってちゃんと今も生きているんだから、そのことに、その偶然に感謝しなければならないな、こういうふうに思ったんだけど、でもね、実際は違ったんだよって。そういった自分が生きているっていうね、喜びの感情っていうのは湧き上がってこなかったんだよって。これはね、さっきのクライブの話と同じだね。クライブはね、自分が生き残ったことに対して激励だ、励ましだって考えることができたよね。そして自分の人生を今から一日一日積極的に生きていこう、
こういうふうにね、思うことができた。でもね、作者は反対に死についてその時親しみを覚えたよね。この時ね、作者が感じたこと、それもこういうことだったんだね。生と死っていうのは両極じゃないなって、反対のものではないんだなって。みんなね、死ぬのは嫌だ、絶対に生きたいと思うから、生と死っていうのを反対のものとして考えてしまうけど、実はこの二つっていうのはほとんど差がないんじゃないかって、紙一重なんじゃないかって。なぜならね、電車にしてもイモリにしても何センチかずれただけで生き残ったり死んでしまったりするわけでしょ。だからね、この二つ実は隣り合ってるんじゃないかって、みんながね、この二つめちゃくちゃ離れた存在って考えてるかもしれないけど、実はこの二つすごく近い存在なんじゃないか、こういうふうに作者は考えたんだね。そうするとね、今自分が生きているっていうこと、これはね、死のそばで生きているっていうことになる。自分が今ここで生きているから自分の存在を感じることができるんだけど、そのね、自分の存在すら曖昧なものになってきたって、この生と死の境界っていうのがね、曖昧になってきちゃってる。これはね、もうあたりかなり暗くなってきてるから、周りの景色があんまり見えなくなってきてるから、自分が歩いてる足の感覚がね、何か不確かなものになっている。このことがね、自分というのが不確かな存在である。そういった気分に誘ってしまっているんじゃないか。こういうことをね、作者は木の先で考えたんだね。でね、結局作者はこの木の先には3週間いて、そして木の先を去ったんだね。でね、場面はそれから3年以上経った現在になる。自分は脊椎カリエスになるだけは助かった。こう言ってね、この話は終わっているんです。これ、最後の文わかる？この小説の最初に、医者は作者にこう言ってたでしょ？ 2、3年、脊椎カリエスにならなかったら大丈夫だよって、もう致命的な病気である脊椎カリエスになる恐れはなくなるよ。こういうふうに医者は作者に言ってたでしょ？で、この時っていうのが3年以上経った時。つまり、作者が脊椎カリエスになる恐れっていうのがなくなった時なんだね。だからね、作者は脊椎カリエスになるだけは助かった。こういうふうに言ってるんだね。これもね、偶然だよね。作者が脊椎カリエスになるかならないかっていうのは偶然によって決められる。でも作者はならなかった。でもね、やっぱり作者は必ず死ぬよね。また別の何か偶然の出来事が起こって、作者は命を落とすことになる。そしてね、作者は死という落ち着いて静かな状態になるんだね。どうですか？今回の話面白かったですか？死というものをこういうふうに考えたことはなかったんじゃないでしょうか？もう一回今回の文章を読んで、自分に必ず訪れる死というものに関して考えてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。